おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？今日は忘れることのできない3月11日。以前、茨城キリスト教短大、当時短大って言ってたのかな。今は、茨城キリスト教大学ですけれども、そこで講演を依頼された時、学校の宗教部の主任の先生と何人かの教授、学長、それから学生たち数人で、まあ小さな部屋に集まって一緒にお祈りしたんですけれども、その時に、関根先生、今日私たちは、これ祈るんですと言って渡された紙がありました。それをある程度定期的に彼らは祈っているということだったんですね。それがここに書かせていただいた、震災を覚える祈りという祈りでした。とても心に深く残りました。この出来事を忘れないために、この祈りを折に触れて言葉にする。心を込めて祈る。そういう姿勢はとても大事なことのように思いました。そういうわけで今日は震災を覚える祈りというのをここに紹介したいと思います。そして心を込めて一緒に祈りたいと思います。震災を覚える祈り。神よ、震災を経験した私たちすべての思いを受け止めてください。私たちの痛みを、私たちの悲しみを、私たちのうめきを、そして私たちの怒りさえも、月日が経ち、私たちは恐れ、惑い、動揺したことを忘れ始めています。あの大きな地震の揺れを、あの巨大な津波の光景を、そして目に見えない放射能の影響を記憶に留め、後世に正しく伝えていけますように、多くのものを失った方々がいます。家を失い、家族を失い、ふるさとを失い、思い出とともに未来への希望も失いました。しかし神よ、あなたは試練とともに逃れる道を備えてくださることを、万事を益としてくださることを約束してくださっています。仮設住宅や避難先で生活している方々、またその方々と共に歩んでいる人々に力を与えてください。神よ、私たちはあなたを信じ信頼します。あなたは必ずや痛みを安らぎに、悲しみを喜びに、うめきを笑いに、そして怒りを愛に変えてくださいます。さらに、私たちは希望します。どうか、私たちを災害や戦火で苦しむ世界中の人々の慰め、励ましの器としてお持ちください。主の御名によって、アーメン。この祈りが神様に届けられ、また私たちの心の中に明確な出来事として、そうだ、祈りを通し、行動を通し、あるいは時間の提供を通し、労力の提供を通し、金銭の、提供を通し、支えていく必要があるな、という思いを新たにしたいと思うのです。どうぞ皆様、お元気でいてくださいますように、また被災者の方々、どうぞお元気でいてくださいますように、仙台で講座を開催させてもらったとき、一人の方が私のところにやってきて、God bless you を作った先生ですよね、と言われたので、はい、私が書きましたと申し上げましたら、その方が涙を流しながら、あの震災の時、車の中に逃げて、怖くて怖くて怖くて、もう眠ることができませんでしたけど、車の中に一枚 CD が入っていて、それが先生の作った God Bless You という歌だったんです。それをずっと3日間ほど聴いて、私は生き延びましたって
言われたんですよね。あの歌がそういうことに用いられた、嬉しいことだなと心から思いました。皆さん祝福がありますように。どうぞお元気で。